1> 1日午前5時前桑名市桑部の県道で桑名市消防署西文書の救急車が走行中の車線から左側へ外れて電柱に衝突しました運転していた男性消防士長ら救急隊員3人にけがはありませんでした桑名市消防本部によりますと隊員らは県外の病院まで患者を搬送して消防署に帰る途中でしたまた、このの出動の直前には、 福安名市内で発生した火災現場に出動していたということで疲労が蓄積し注意力が散漫になり事故を起こした可能性があるということです西文書では事故の後予備の救急車を配置し活動に影響はないということです